そして誰もいなくなったとは、1974年公開の、イタリアイコール、西ドイツイコール、フランススペインイギリス合作のミステリー映画。アガサクリスティの同名ベストセラー小説、そして誰もいなくなったの映画化。監督は、ピーター・コリンソン、制作は、ハリー・アラン・タワーズであり、ピーター・ウェルベック名義で、脚本も執筆している。また、タワーズは1965年に、 同じ原作を、姿なき殺人者として映画化しており、この作品は2度目の映画化となった。さらに1989年にも、アガサクリスティサハリ殺人事件として3度目の映画化している。イランの砂漠のホテルに集められた客と使用人の10人が、同様点リトルインディアンズの歌詞通りに次々と、殺されてゆく、というストーリー。カッコ内は日本語、吹き替えロケに使われた。 イランのアバシホテル、姿なき殺人者のシナリオを使用。オリバー・リードの役名を、原作のフィリップからヒューに変更。舞台を、イランの砂漠に変更。ハーバートロムは、アガサ・クリスティ、サファリ殺人事件にも出演しているが、役は、今回、アドルフォ・チェリが演じた役。撮影地は、イラン革命前のイラン。エスファハーンのシャー・アッパースホテル、ペルセポリス。 アルゲバムなど、イラン以外では、スペインのマドリードのデボーセイドを、アンダルシア州アルメリアなどで撮影した。ヨーロッパ版はタイトル前に飛行機で到着、ヘリコプターでホテルまで運ばれるが、アメリカ版ではこのシーンがカットされている。ありがとうございます。